流域モノチャンネル。チャラリー、鼻から牛乳。はい、皆さんこんにちは、流域モノチャンネルです。皆さん驚かせてすいません。ちょっとね、これには訳がありましてですね、まあ、とある YouTuber さんがですね、ライブをやっているところに私も参加させていただいたんですけど、その時に私の声がね、龍の声がですね、どうもカモン達夫さんに似てるんじゃないかということでね、一回まあ龍さんやってみてよっていうことで一度挑戦してみました。これ受けんかったらどうしようか思ってるんですけどね、藤庵さん、あ、言うてもた、まあいいですかね、似てませんやん藤庵さん。あ、まあいいですけど、私もね、実はライブもやってみたいなとか思ってるんですよ。ぜひね、機会があればやっていこうと思ってます。はい、今日のお題はですね、一つ目は前回に引き続きグリーンウォーターが一気にできますよっていうお題の結果を簡単にお知らせします。それと二つ目はですね、久しぶりに登場のヤフオクの闇と言いますか、まあ、闇まで行きませんけど、まあいつもの感じですよ、私の言い回しです。まあそんなこんなでですね、本日も頑張っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。本日もなんて言うんでしたっけ、あ、レッツメダカ。本日はですね、まず一つ目はですね、前回のエビオス城駅で室内のグリーンウォーターを速攻でグリングリンさせてみたということでですね、動画内でもやってみたんですが、室内でグリーンウォーターを作って残り少ない冬場にですね、稚魚を大きくしていきたいという私の個人的なプランでですね、一つまあプラケースで、小さなプラケースでですね、速攻性のあるグリーンウォーターを作ってみた結果なんですけども、6日目でこれぐらいまでになりました。この時期に室内でこのスピードは速いでしょ。朝日が当たる東向きというだけですよ。前回も言わせていただいてもらったように、外飼育の既存の沖からですね、すくってきたグリーンウォーターに多めのエビオス錠を溶かした液を入れたんです。それがこのグリーンウォーターです。前回も言いましたが、 PSB やゾウリムシを培養されている方でエビオス錠をお使いの方も多くおられるとは思いますのでね、ぜひね、このエビオス錠を使用した培養液、いわゆるエビオス錠が溶け込んだ液がグリーンウォーターの培養の活性を促していると思われますので、ぜひお試しください。もちろんね、このエビオス錠から放出される悪い物質もありますのでね、アンモニアとかいうのがね、まあ、適度に調節して足し水、水の半分の水替え、まあ、それをすればですね、表裏一体の良いグリーンウォーターを作ることもできます。ということで、ぜひ自己責任の範疇でお試しくださいませ。はい、二つ目のお題なんですが、最近はですね、まあ、龍は卵貝という感じのイメージになっておりますが、今はね、やっぱりもうちょっと卵はもちろんやめておりまして、生態を買うことがちょこちょこあるんですが、またそれはおいおいこちらの動画で出させていただくんですけどもね、今回はですね、その生態が試着していた時のね、対処法といいますか、まあ、一度皆さんと考えていきたいなーなんて思ってる動画を上げさせてもらってます。メダカさんの発想というのは基本的にまあまあ試着というのは少ないです。まず少ないと考えます。でもね、やっぱり季節とかですね、特に夏場なんかはですね、気温が高いのに段ボールで送ってこられたりしてね、試着というパターンも私も経験したことは実はあるんです。これは発送業者さんのね、考え方一つなんですけど、多分経験上まだ今の時期は大丈夫とかね、もうあかんから発泡スチロールやとかね、生き物を送っていただくんですからね、命の大切さを理解した上で夏場の発送はしていただきたいなと思ってるんです。私は一度だけこの経験で試着全滅がありましてね、でもね、その後もね、対応良くて、まあ、写真撮影即返金していただきました。その夏場の時もね、もう一つの試着なんですよ。原因はね、今回のお題なんですけど、なんかね、水漏れしてるわけですよ。そしてね、水漏れしてるっていうことは水量不足による試着になっているということなんですよね。まあ私も実は実験したことがあって、
1日メダカさんを密封したぐらいではね、メダカさんはなかなか欲しいならないですよね。まあ2日目ぐらいまでは普通は持ちます。まあ正直経費節減とかねのためだと思うんですけど、段ボールに入れて発送される方ってそういうことやって分かるんですけど、まあ段ボール発送水漏れというのはねやばいですよ。メダカさんがですね欲しいになるだけならまだしもですね、他の荷物の巻き添えになったらね大変なことになってしまいますからね。だいたい運送業者さんが気づいてくれたら大きなビニール袋に入れてお客さんに説明ちゃんとしてくれますけどね。まあ怖いのはねやっぱり経験不足、素人さんとまで言いませんけど、やっぱり経験不足の方のね梱包はねやっぱり怖いですよね。梱包ビニールもですね一重ではなくぜひね二重でお願いしたいなと思います。まあね最近も私その段ボール発送水漏れ全滅という荷物が届きました。運送屋さんが大きなビニール入れて申し訳なさそうにですね持ってきてくれました。まあ今回の業者さんはですね良心的で即返金していただきましたけどね、本来ねちょっと珍しく嫌ごと言わせてもらいますとね、まあただ水漏れしたっていうだけじゃなくてね、まあ多分梱包も終わって落札待ちでですね、梱包の状態で出荷待ちしてるような感じの商品でしたね、おそらくですけどね。まあなんでわかるかと言いますとですね、水の色とですね餌の残骸があったんですよね。おそらく早くに梱包した時に日数があるからね餌も入れたんかなとか思いまして、もし日数が経っていなくて落札後梱包していただけているのなら梱包時に餌を入れて発送したんかなとか思ったりもしてます。まあ、そのためにですね水が濁ってしまったという感じなんでしょうかね。本来買い手はですね返金してもらったからいいわっていうことじゃないんですよね。そのあなたのメダカが欲しくて落札したんですよっていう感じ、他のメダカを辛抱してこれをお願いしますっていうことなんでね、非常に残念なのはお金だけじゃないです。ぜひご理解していただきたいと思います。何遍も言いますように、私みたいにね近くにメダカ屋さんがない人はね通販でやっているメダカ屋さんが大切なんですよね。ぜひよろしくお願いいたします。通販メダカ最高ですからね。とまあ今回はね辛口になってしまいましたが、買い手の皆さんも残念なことになってしまった時でもですね、まずはごねるというんですかね、まあごねんとですね、まずはもう受け取りは受け取りなんで、受け取りをまずボタンを押していただいてですね、その後に交渉した方がお互いスムーズにいくんじゃないでしょうか。まあこの辺ねご意見などございましたらぜひコメント欄に書いていただきたいなと思っております。それでは本日はこの辺で終わらせていただきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったかなと思われた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回に、ありがとうございました。